はい。今日はですね。群馬名物というか、沼田名物ですね。えー、味噌パン。フリアンさんの味噌パンをご紹介。あと、こちらは、えっ、ー、とね、こっちが味噌パンだ。こっちが味噌パンで、で、こちらは、ミックス。えっ、ー、と、マーガリンとジャムだったっけな。なので、ちょっとこれ開けてみます。 こちらにカメラ変えて昔はねもっと大きかったんですよ今なんかねおしゃれになったというかおとなしくなったでこういうい、えー、パン自体はこれふ柔らかめなフランスパンだと思うんですねかなり柔らかいですでこれをですねこう半分にここへカット線カットラインを入れて中に甘、はい、味噌が塗ってありますはい うん、昔はもっとこう、縁までぎっちり塗ってあったイメージがあるんだけど、なんかだんだん、えー、小さくなってる気がするな。<laughs> でね、昔はもっとこう、角が四角かったイメージなんですよ。今、縁、丸いでしょ昔はもっと四角いイメージがあったんですよ。高校生時代なんか、あのー、この、えっ、ー、と、お店のそばを通って高校まで行ってましたから、はい、なんかちっちゃくなったなと思って、 これ今200いくらだったっけかな昔130円ぐらいだったんだよねまあ40年前ですけどねまあしょうがないですそいでこれこんなこんなもんですね顔のサイズと比べるとこんなもん、えー、かなり小さめになりましたでこれをささっきみたいにこう開いてえっ、ー、とこ,うこのまま食べるではなくてやっぱこのままあの私なんかはかじりつく うん。うん。こんな感じ、うん。まあ、これしか味噌入ってませんからね。そんなにこう,こう、パンの面積にしたら、これしか、ここに染みるぐらいしか入ってないですよ。<laughs> でも、うまい。やっぱこのフリーアンさんっていうところが、えー、大元なんで、またフリーアンって、この辺に、あ、でも透明すぎて見えねえな。 ここんちのが一番うまいですね。あの、他にね、結構ね、これ真似したお店があるんですけど、そちらのは、今一つ、私的にはね、うん、ごまが入ってたりするところもあるんですけど。で、もう一つ、こちらが、はい、ミックスパン。これもちょっと開けてみます。で、こちらも、やっぱりスカッ、あの、 形は一緒ですねこちらにカットが入ってあってでここからこうやって開けると、はいえー、マーガリンを塗る側といちごジャムを塗る側とで分かれててそれを結局こうやってミックスしてるって感じですね、はい、なのでこうやって開いちゃうと,、えー、と中途半端に行ったり来たりしてるんで、えー、ちょっと見栄えが悪くなってますねこうして食べるもんじゃないんで このまんま、これもやっぱし、かぶりつく感じ。これもだから、でもこっちの方があれね、味噌より、あの、なんか、や、原材料が安いのか、縁いっぱいついてますね。<laughs> いただきます。うん、やっぱりここ、全体からするとここしか、あの、入ってないので。うん。でもね、これ一個食べると、これカロリー書いてあるんだから、書いてある書いてある。 これ1個は何グラムなんだろうえーと、グラム、グラム。グラムが、どっかにあるのかな ?100 グラムあたりのエネルギー量は書いてあるけど、ん1個が何グラムとは書いてないのかなすいません。ちょっと私の見方が悪いのか、そこまではお伝えできませんけど、 100g あたり2 9 5キロカロリーですね。タンパク質5.4、えー。脂質が 11g。炭水化物が 40g。えー、塩、塩、食塩相当量 1g。です。でもうまいんですよ。だいたい私買うときは、み、味噌。味噌買って、あの、お弁当の、 時に簡単なあのラーメンとかカップラーメンとか買ったりした時はもう1個味噌パン買ったりでもこれにちょっと高いんだよねそうだからおにぎり1個でもいいんですけどおにぎり1個よりはカロリーが多分あるえっとこれのグラム数が分かりたいんだけどちょっと分かんねえな書いてあんのかな <laughs> はいあの,あのだからうちの辺だとえっと フリーアンのパンをお土産にもらったりして、昔、これがね、コンビニ用だったんで、こういう、あの、えなんだ、圧縮、圧縮じゃない、あの、ヒーターで止めた袋ですけど、お店で買うと、こう、ビニール袋にただチュッと入れて、この口のところを、えこう、テープでキュッて止めてあるだけ。で、味噌パンが緑だかなだから、緑が、 この袋も緑なんで分かりやすい。で、えっ、ー、と、ミックスが赤だったかなちょっと覚えがないんですけど、お店で買ったやつと、このコンビニで売ってるやつは、ちょっと包装が違いますね。うん。はい。群馬県名物というか、沼田名物、味噌パン。えっ、ー、と、傍郷上州寺味噌パンとこちらに書いてあります。はい。ぜひ、あの、 群馬、特にあの、みなかみ、沼田方面に来たときは探してみてください。えー、結構喉に詰まります。<laughs> 何か飲み物がありながら食べた方が、えー、ベストかと思いますので、ぜひお試しあれ。はい。